トランプの話になってたんですね、えー。アメリカではトランプがですね、大統領になるだろう。今回の事件で、やっぱりこう、アメリカ人にとっての理想の形ですよね。あの、正常期をバックにね、こう、真っ青な空のこうね、下でこう、正常期がはためいてるところで、拳をね、突き上げてるね。まあ、シークレットサービスが周りにいてですね、拳を突き上げてるトランプの姿ですよね。まあ、あの映像がね、写真がこう、今もう、 全米中に拡散してましてですね。で、党派を超えて、アメリカ人が一番好む姿だなっていうのがわかるんですよ。アメリカが理想とするこうミスター・プレジデントっていうのがそこにいるんだという。今のアメリカ人にとって、アメリカ人が抱えているモヤモヤ感ですよね。社会全体が抱えているモヤモヤ感がそこにある、あるわけですね。で、今回のこのトランプの事件ですね。 ものすごいドラマチックなんですよ。もうほんとあと数ミリね、ずれてたら多分頭打ち抜かれてたと思うけども、数ミリの差で生き残ったんですね、彼が。で、真っ青な空に星条機がね、翻って、で、そこでね、拳を突き上げて、血を流しながら拳を突き上げて、で、叫んでる姿がですね、ものすごいドラマなんですよね。すごいドラマなんですよ。で、それがアメリカ人の心を打つんですよ。だから今ね、もうとにかくこう全米でね、 もうこの話題で持ちきりになってしまって、アイデンが吹き飛んでるというですね。今の今までそ、そういったのってドラマでしか見られなかったわけですね。で、そのドラマがもう全然こう、クソ面白くもないドラマばっかり流すようになってね。いや、だから本当にリアルがドラマを超えたという感じですよね。リアルが超えてですね。で、そこを見たアメリカ人がどう判断するかなんですよ。アメリカ人が求める大統領像というのは強くてね。 タフな、ね、男な男んんでですすよ。よ結局最終的にはね、ね。強い指導者を求めるアメリカ人っていうのはもう本当に強くてたくましい男を求めるんですよ。で、その理想の大統領像にぴったり当てはまってるんですよ。今回の件が。いや、これはすごいよね。アメリカドラマをそのまんま見てるような感じでしたよね。まあ、これでね、トランプが、だから大統領の座を 引き寄せた。11月のね、投票を待たずにですね。